あなたにとって美しいものとは何ですかと今問われたら、私はこう答えます。人の温かさです。宮城野区文化センターで開かれた東北地区盲学校弁論大会には、東北にある盲学校・視覚支援学校7校の生徒合わせて10人が参加しました。参加者は7分の制限時間内に自分の夢や学校生活など 自由なテーマで思いをぶつけます宮城県立視覚支援学校高等部の3年生佐藤修奈さんは自身の進路を選択した時の経験を語りました皆さんの周りには信頼できる人がいますかその信頼できる人に自分の自己決定を委ねてはいませんか最後に信頼すべきは自分なのです

2人は東北代表として10月に秋田県で開催される全国盲学校弁論大会に参加するということです。